高電は、中華人民共和国の政治家、軍人、第15期中央政治局委員、中央軍事委員会副主席、国務委員、国防部長などを歴任した。1929年7月9日に山東省、招き園県に誕生する。1945年7月、八祖寺軍に入隊。1946年、中国共産党に入党。 1950年、中国人民志願軍に参加。1955年、将校に任官された。1955年、第27軍235弾政治ところ主任。1958年から1960年に、解放軍総部高級不評学校。1959年から1960年に、中国人民解放軍軍事学院に在学していた。 1960年、第27軍79市235段、複製寺員兼政治所、主任、男性寺員。1962年、中港に昇格。1966年、79市政治部主任。1967年、79市複製寺員。1969年、第27軍政治部副主任。 1973年に北京軍区副政治委員となり人民日報副総編集長となる。1976年7月に発生した東山地震では救済活動に参加した。副総参謀長、総参謀部政治部主任、災南軍区政治委員、解放軍、総参謀長、総参謀党委員会初期を歴任した。1988年に 中央軍事委員会委員、総参謀長、上昇となる。1992年10月の第14回全国代表大会で中央軍事委員会委員に再任し、1993年3月の第8期全人代第1回会議で国務委員、国防部長となり、1995年9月に中央軍事委員会副主席を務めた。 そして2003年3月の全人代で引退した。2005年4月に、古錦東の平和、発展路線を批判し、台湾の武力解放のためなら、日本とアメリカに核の使用さえ辞さないと演説し、どのような事態になっても、我々中国共産党は決して歴史の舞台から引き下がらない。我々は歴史の舞台から退くよりも、 あえて世界中の人民を道連れに自決する道を選ぶ。とも発言したとするリークがされた。国防部長時代にも台湾の解放を訴えている。ありがとうございます。